で、今日は、えー、銀行の開設をしようと思って窓口の方に行ってきたんですけども大手の銀行の窓口に今日は行ってきたんですがパスポートや VRP カードを持っているので身分証明のところは特に問題ないんですがあの住所を証明するものですね。 まだ私は仮住まいのところにいるので住所証明がちょっとどうしてもいろんな書類を一気にそうですね78枚あの出してきたんですけどやっぱり難しいっていことで断られてしまいました。でオンンライン の銀行に2つ登録をチャレンジしてみたんですけどもやっぱり住所証明のところで引っかかってしまってまあ、2日待ったんですけど許可が下りずまあ、銀行が今作れてない状態ですなので新しいところに引っ越して住所証明をゲットできたら銀行の手続きをしようかなと思いますオンラインバンキングの方で作ろうかなと思ってたんですけど あの今日大手の銀行さんの方に窓口に行ったら、あの住所証明さえあれば、銀行は作れそうだなと思ったので、大手の銀行で銀行を開設してもいいのかなっていうふうに思いました。窓口の方がですね、結構、丁寧に対応してくださって。 もう私の拙い英語も理解してくれようとしましたし、あの書類をですね、どれ出していいか、どれが OK になるか分かんなかったんで、まあ、7、8万円、一気に全部バッと出したんですけど、全部見てくれて、丁寧に。すごく対応が優しくてよかったですね。はい、今ですね銀行 とか結構どこ行ってもパーテーションが敷いてあってで透明なんですけれどもやっぱりネイティブではないものからするとパーテーション1枚あるだけで聞き取りづらいんですよねで銀行員の方はマスクをしてなかったんですけどパーテーション越しだと結構聞き取りが難しいです、まあ、銀行は私もマスクを外して喋ったんですけども うーん日本語だとパーテーションがあっても、まあ、言葉の端々をすくい取って聞いて、まあ、あんまりよく聞こえなくても聞き取ることができると思うんですけど、まあ、ちょっと英語だとやっぱり本当にわからないので今の時期ならではだと思うんですけどもパーテーションに少し困っております。 ねまあ、ちょっと銀行の解説ができてから動き出そうと思っていたんですけどもちょっととりあえず一旦銀行は置いといて別のことを進めようかなと思います。<music>